はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ試合直前ということで。はい、直前もうね、と2週間を切ってますね。はい。はい、ということでちょっと試合直前の、はい、こう意気込みというかね、そうですね。ちょっとお話を伺ってみたいんですけども。はい、今日もここ一応ねここで。カルペディウム披露で撮影させていただいてます。いつもありがとうございます。毎度。毎度毎度。ね、入るからいいっすよね。まあ試合直前にちょっとね、うん、時間いただいてありがとうございますっていう感じなんですけども、はい、位置づけ的には復帰戦というか、あ、前回のね、まあ、はい、そうね、うん、っていうところからになるんですけど、別軸なんですけどね、本来はね、まあね、大会としてはね、まあ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 、ただ試合という意味で、そうですね、はいはい、っていう、なんかどうですか、その辺も踏まえて今の心境というか。まだそのね、年末の木村戦も総合これからの自分のために受けた試合なんで、うん、それまでにやってきた練習が、まあ、形になっ、なんていうのかな、あそこで学べたことを今またこのアップデートしているっていう状況、なんていうんですか。まあまあ、だからとにかくあの試合は全然無駄じゃなかったってことを言いたい。うん、あの自分の一番ダメなところを克服するためには、うん、やっぱああいう試合で自分のダメなところを克服するとか、いろいろ試して進化するっていう上で必要な試合だと思ったんで受けたんですけど、で、まあ、結果負けちゃったけど、それを経て今またプラスしていろんなことを取り組んだり、あの試合で学んだことをこうアップデートして今に至るって感じで、すごく充実したもう半年間ぐらい練習はできてますね、うんうん、振り返っちゃうんだけど、あの木村戦っていうのは、うん、こう一体何だったんだろうっていうのがちょっとあるんですよ。いや、だからその自分の中では本当テーマがあって、やっぱりああいう何、まあ、グスタボにも2回やられてますけど、ああいう圧力の強い打撃でプレッシャーガンガンかけて振ってくるような選手に対してどうしても体勢崩れてしまってだとか、自分の弱いところが出がちなんで、そういうところを克服するためにやっぱああいう、まあ、同じようなタイプじゃないですか、打撃パンチ強くて打撃一発あってっていう、でなおかつタッチオンリー、正直ね、俺がそんなに何だろうな、得意なわけでもないんで、打撃の選手じゃないから、うん、っていう制限のある中でそういう選手を克服したら必ず MMA に生きると思ったんで、うん、そういう意味で受けましたね。うん、あ、だからあれだったんだね、あれミックスルールだった、はい、ミックスルールだったんですけど、だから1ラウンドからそういろいろやっぱり試してみたかった。それは何でかって言ったら、まあもう何言っても言い訳に聞こえちゃう人は聞こえちゃうと思うんですけど、俺の中にテーマがあって、やっぱりああいう選手と対峙してなんだろうな、うまくやり合う、で自分が上回るっていうのをテーマにしてきたし、そのああいう圧力ある選手をうまく受け流すっていうのもその自分の中のテーマだったんで、っていう意味でしっかりなんだろうな、逃げずに、もちろんある程度受け流しながら真っ向勝負ね、やったらそれはもうあっちにね、あの有利な部分がとても多いんで、まあ逃げるわけじゃなくうまく立ち回るっていうのがやっぱテーマでしたね。まあ、結果やられちゃったんですけど、まあまあその過程で練習してたこととかっていうのはやっぱり今すごく生きてるし、継続してその部分を強化していってるんですけど、っていう意味で受けた試合でしたね。はい、やっぱ試合でしか得れないものっていっぱいあるんで、今後多分常にだと思うんだけど、世間というかファンというか見てる人の見方は八千選手に対しては厳しいものになるのかなっていうふうな気はしている、その辺はどうですか。まあまあそういう時もあるよっていう、長い目で見ればね、長く格闘技やってりゃその時もあるだろうっていう、全部プラスにしか捉えてないですね僕は。だしやっぱりまあなんかよく言えばその全部俺に、ライト級は全部俺に来てたのが、いろんな意味でね、注目だとか期待だとか全部いろんなものが俺一点集中してたのが、新たなライバルみたいな、日本人のライバルみたいなのが何人か生まれたことでなんか盛り上がってはきたなっていうふうに思ってます。なるほどね。
約6ヶ月ぶりっていうことで、うん、トレーニングどうですか？あの休み、そうですね、だから2ヶ月丸3ヶ月ぐらいはしっかり休んで、うん、前回ダメージがダメージだったんで初めて記憶も全く戻ってこないしっていう中で、うん、まあ、いろんなアメリカにいるやつの知識もらったりとか、うん、いろんなものを鑑みて結局ほぼ2ヶ月は丸々動かなかった。そうなんで2ヶ月経って有酸素始めてとかで、3ヶ月ちょっと経ってから対人練習始めるみたいな、本当に慎重にリカバリープログラムみたいなの自分で作ってやってましたね、うん、でまあそこからもう復帰してからもう 2,3 ヶ月経ってるんで、もう完全に体仕上がってますね。でもちろんね、その対人練習に至るまでのその有酸素だとかその個人的なテクニック練習の間にずっとやってトレーナーと一緒にやってた技術なんかもあるんで、まあ、そこら辺が身になってきてるのかなっていう今、うん、トレーナーとやってた技術どういう？いや、まあスタンドも基礎的なことですよね。まあガード上げるだとか、打った時のね、打ってない方の手の位置だとか、うん、頭の動かし方もそういう基本的なことずっとやってましたね。やっぱ気温が、どうしても試合でね崩れる場面ってあるんで、それがそうならないように一生懸命基礎基本ばっかりやってましたね、うん、対戦相手ザック・ゼイン選手、はい、まあベラトールにも出てるのかな、ハワイアン、うん、みたいですね。何回か出てるみたいですね、うん、どんな印象でしょう？うん、まあ大味っすよね。打撃も寝技も大味な選手、うん、っていうイメージ、うん、まあまあ、はっきり言ってそこまでとっても強いみたいな選手ではないかなっていう、うん、ここしっかり勝たないとダメな相手だよっていう感じですかね、うん、別に舐めてるわけじゃなくてそういう位置づけの試合かなと思ってます、うん、そうね、うん、武田君勝ってるしね、しっかり。そうだね。どういう展開でどういう試合狙いというか、本当前に出る試合、うん、しっかり前でやり取りするというか、打撃の攻防の中、うん、距離感でやり取りするっていうのをずっと意識してするかな、うん、でテーマボコボコにするっていうのが今回の俺のテーマなんでさ、そこまで結構ちゃんとちゃんとした言葉なのにさ、最後ボコボコにするの。分かりやすいかなと思って。いや、分かりやすいんだけどさ、なんか最後だけ用事帰りしたみたいな。結局ボコボコにするっていうのがテーマですね。もう心折りたいです。心折りたい。本当にそういう試合にしたいなと。もちろんその過程でね、スパッと KO なり一本なりできちゃえばいいんですけど、うん、まあ心折る試合にしたいなっていう。うん、やちくんチャンネルをご覧の皆さんにちょっとメッセージいただいてもいいですか？試合も近づいてきましたけど、変わらずね、毎回毎回僕の YouTube 見てくれてる方たちがたくさんいるんで、その応援してくれる方たちにもね、いい報告できるようにスカッとしたね試合をしたいと思ってます、はい、北海道大会勝ったらマイクで考えてることとかあるんですか？いや、2万とか特にないですけど、北海道でっかいって絶対言わないからね今回本当北海道初だから、うん、なんか会場の雰囲気含め楽しみだなと、うんうん、どんな感じなんだろうっていう。じゃあ北海道の人にもぜひね、まあ、ちょっとね、はい、大臣ね初上陸ということで、で八千代介も公私ともに初上陸。そうなんだ。そうなんで、本当まあ試合ね、試合で行くからあんまり楽しめないんだけど、北海道自体を、うん、まあね、いい思い出にして帰りたいなと思ってます、うん、なんでぜひ皆さんね、会場来る方も PPV の方も、まあ、特にね会場来る方ぜひ応援よろしくお願いします。声を上げて、僕声援がある方が強くなるタイプなんでドサンコの声援を僕にください面白い試合するんでぜひよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。お祭り男です、ね、はい、お祭り男、北海道ね、ねぶた的なね、ねぶたは違う、青森ですね、はい、ごめんなさい、今のはカットですね出さないようにしてるんだけど、ね、はい、っていうところで自分語りはそんな感じで、そんな感じでちょっとよろしくお願いします。